彼らは騙されたのか、それとも騙されたかったのか。泣けない、何とも言えない、ねねねずみの39。一番生汗カツカツと申します。30年お世話になった京都撮影所を退所しまして、現在フリーです。よろしくお願いします。2番、池田なるしんです。2番、池田なるしんです。池田なるしんです。あれ、なんか喉が詰まっちゃってる。なんか喉がおかしいな、これなんでだ。ミュージカル専門のアンサンブルアクターとして30年間大小さまざまな舞台をやってきました。3番、古新太太、55歳。よろしくお願いします。問題多いな、おめえもな。不合格ですね。ありがとうございました。おー、何しろ早く帰りたがる。口癖は何でもいいから早く帰ろう。分かる？これは問診。あんた方病気なの。不安神経症、パニック障害、アルチュー、治療が必要なの。筆の遅い劇作家、主演女優と二人きりになりたがる演出家、そしておめさん方みてえな薄っぺらい中堅俳優は淘汰される運命なのさ。2016年から20年にかけて日本各地で起きた3件の殺人事件、被害者は多額の生命保険に加入していた。その受取人として捜査線上に一人の女性が浮かび上がる。苗田松子。回りました。改めてお名前を。前田敦子です。苗田松子です。担当直任に伺います。野呂修司さん、薮中広重さん、それから望月純三郎さん、以上の3人について。私真面目なのかもしれないわ。はい、あの方もそういう人でした。え、誰です？望月純三郎さん、私が最後に愛した男性。がっかりされました。写真とだいぶ違うから。はい、はいって正直な方。あなたの嘘も受け入れます。玉突き事故でした。乗用車7台、歩行者5人が巻き込まれ、死者は妻を含めて4人。4人。事故のきっかけを作ったのは80歳を超えたタクシーのうんちゃんでした。ちょっとお化粧直してきます。ストップ。その手、それ、え、何です？このカプセル、睡眠薬、禁止肝剤。たちまち天狗天です。天狗？ED の薬です。で、どうなんです、その効き目の方は。それがもうほとんど麻薬。目に映るもの全てがキラキラ輝いて。お待たせしました。うわー、きつかー。こん前までバリ元気でピンピンしとったとに、あっという間にステージバリ4だもんね。きつかー。両親の呵責はないんですか？両親呵責？殺人教唆って立派な罪になるんですよ。それに結婚するつもりだったんですよね、望月さんは。はい。私には殿方を骨抜きにする天賦の才があるって薮永さんもそうおっしゃってたわ。彼は高校教師でした。けれー、熱心的きせー、責任つけきせん、ブサーってしてからくせ、父まさるぞきさんくさ。はーい、Good morning everyone くさ。あれ、もしかしてポットの中身って。ねえ、たちまち天狗を混入しました。遅くなりました。どうしたの、大丈夫と。おお、構いなく。あたしちょっとわかる気がする。何が？苗田さんに騙される男の気持ち、
行き詰まってる時って自分で行動を起こすの面倒なんだよね。なんかこう縮まちっていうか。広重さん、はい、そろそろ救急車呼んで。救急車？なんで？お母さんが食べたおはぎに青酸カリ入ってるから。母ちゃん、母ちゃん、なんで、ねえねえ、つくちゃん、なんで。どなたですか？グレーのジャージの上下を着て、ね、誰？昔の男です。いやー、かなえ、かなえ、せえ、人んち土足で何しようとか。ヒロ君、やっと会えたね、かなえちゃん。早いよ、野呂さん。出てくるの早すぎ。しゃあないや、わしせっかちやさかい。それがどうして